広く高気圧に覆われて各地で春めいた陽気となった今日、栃木市では恒例の鯉のぼりが飾られて蔵の街を彩っています。栃木市の中心部を流れる太秦川で今日から始まった太秦の鯉のぼりです。これは遊覧船を運行する NPO 法人蔵の町遊覧船が2012年から行っていて、春の風物詩となっています。今日は蔵の町遊覧船のスタッフやボランティアおよそ30人が早朝から集まり、飾り付けの仕上げを行いました。時和橋から太秦川橋の下流までのおよそ600メートルの間に、いい鯉の語呂合わせで1151匹の鯉のぼりが飾られます。爽やかな陽気の中、鮮やかな鯉のぼりたちが生き生きと泳いでいました。太秦の鯉のぼりは5月15日まで行われます。お船に乗っていただきますとね、上を見ますと鯉のぼりがたくさん泳いでいます。そしてその鯉のぼりの影がこれね、あの渦間川の水面に映るんですよ。そうするとね、これがまた動いているような泳いでいるような感じに見えまして、それをよく見てますと、その川の下にもね、今度は本当の鯉が泳いでるということで、本当に3種類のね、この楽しさが含まれてね、あのとってもねいい気持ちになりますんでね、どうぞ来ていただきたいと思います。宇都宮地方気象台によりますと、今日は高気圧の影響で南から暖かい空気が入ったため、各地で青空が広がりました。最高気温は小山で 18.8 度、佐野で 18.7 度、宇都宮で 18.2 度、真岡で 17.9 度など、多くの地点で4月中旬並みになりました。週末も晴れる見込みで、あさっては宇都宮で最高気温が21度の予想となっています。